ベンガルのオランダ入植地、フーグリーの警官オランダ領インドは、インドは大陸に存在した、オランダ東インド会社の入植地と公益所の総称。そのすべてを一元的に管理する統括者や組織は存在しなかったため、地理的概念としてのみ使用される。オランダ領インドは別々の統治体からなり、総督の治めるオランダ領セイロンとオランダ領、コロマンデル、司令の治めるオランダ領マラバール。 VOC の取締役が収めるオランダ領ベンガルとオランダ領スーラとからなる。なお、オランダ語で単にオランダ領インドと書くとオランダ領東インドのことになる。インドは大陸でのオランダ領は1605年から1825年まで続いた。オランダ東インド会社の商人は東インド諸島の香辛料と交換するための織物を探していたため、最初の拠点は オランダ領コロマンデル、プリカットに設立された。オランダ領スーラットとオランダ領ベンガルは、それぞれ1616 16年と1627年に設立された。オランダが1656年に、ポルトガル領セーロンを征服した後、5年後にポルトガル人の侵入からセーロンを守るために、マラバール海岸のポルトガルトリでも占領した。織物以外に、オランダ領インドで、 取引されていた商品は、インド半島全域からの宝石、アイ、キヌ、オランダ領ベンガルの小石とアヘン、オランダ領マラバールの古障などがある。インド人の奴隷は、モルッカ諸島とケープ植民地が輸入した。18世紀の後半、オランダは影響力を失っていった。有名な、コラッチャルの戦いで、トラバンコ領、マルタンダ・バルマの軍隊が、オランダ東インド会社を破り、 マラバールでのオランダの権力は完全に覆された。フランス革命戦争中の1795年にウィレム・五世が英国亡命中に発した旧書館はオランダの植民地をイギリスに移譲させてフランスに侵略されるのを防いだ。オランダ領コロマンデルとオランダ領ベンガルは1814年のロンドン条約でオランダ統治に服したが1824年の 英乱協約によって英領に戻った。条約の条文で、財産と施設のすべての譲渡は1825年3月1日に行われることになっていた。したがって、1825年半ばまでに、オランダはインドア大陸での最後の拠点を失った。パゴダ金貨。ビシュヌ人の化身の弁滑わら紙をあしらい、プリカットの造幣所で作られた。十七世紀から十八世紀。 オランダ人がインドで商業的に活動していた時代、彼らはコーチン、マスリパトナム、ナーガパッティナム、ポンディシェリ、プリカットでいくつかの造形商を運営した。作られた貨幣はすべて現地のものをモデルにしている。ポップコマルパーラケットモスラパトナムナイザパトナム、テングネパトナムゴールコンダビミューニパトナムカキナダ。 ダロクシャーマパラコルネグラバンチソットラスサーパブリアーパランギッペッタイコーチンクイランカナンアカイアンクーラムクランガンアパラパーラムプユラカットベンジェターラバースラーフーグリーチチュラパトナコシンブイザーダカマアシダバドパイプリーバラスアスラッテアマデバードアーグラーカンプールブアハンパーバーチコンブハットバドーダラーマロホングシリアムマータベンエーバコロンボトゥーティコリンカルパンタイン カオスマナートリンコマリーバティコローアガレマタラケープ、コモリンコタットオランダリョセイロンオランダリョコロマンデルオランダリョマラバールオランダリョウ、スーラトオランダリョベンガルオランダリョミャンマー。ありがとうございます。